はじめまして。よいしょ、こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。そう、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そう、びっくりした。びっくりした。ギャル好き。ギャル初めて。初めて。びっくりした。びっくりした。でも大丈夫。慣れてく。慣れてく。名前は木村ゆきって言って、そう、ゆきぽよって呼ばれてます。ゆきぽよ。はい、だからゆきぽよって呼んでください。オッケー、ゆきぽよ。なんて呼べばいいですか。久保弘武だけども、うん、じゃあ、くぼりん。可愛くなったね。ちょ、久保さんじゃ硬いから、くぼりんって呼びます。ちょ、それがギャルっぽい感じ。うん、あ、違う。そっちの方が仲良くなれるかなって思って。オッケー、ゆきぽよ、よろしく。よろしくお願いします。また後で。じゃあね。じゃあ、バイバイ。あの、白いカーテンの奥が会場の入り口になってるから、まずはあっちに行ってください。バイバイ。バイバイ。一番びっくりしたのはゆきぽよちゃん。びっくりされちゃって、あの、初めてお話しするタイプの女性だったので。初めてらしくて、ギャルが。そうだから大丈夫だよって言ったけど、あんま大丈夫じゃなさそうだった。多分惹かれたかも。すごく印象に残ってます。うん、でもそう、ギャル嫌いって言われたらやめるから大丈夫。あのー、ギャルをやめる。久保さんの好きな女の子になる。